皆さんこんにちは、柔道家の野村忠宏です。本日の野村道場一本トーク、今日はがっつり柔道いきます。その中でね、ゲストは、柔道、古田秀樹編集長に来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、こうやってね、柔道の話をこう面と向かってこう話すっていうのは、はい、初めてで、本当にね、柔道っていうね、柔道の専門のサイトでいつも勉強させてもらいながら、これは光栄です。ありがとうございます。こんなに柔道のことを知り尽くしてる人はいるのかっていう、世界一柔道にマニアックっていうふうに勝手に思ってたんですけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。僕も野村さんに直接聞きたいことがいっぱいありますので、ぜひよろしくお願いいたします。古田さんってその柔道、はい、スタートしたのっていつでしたっけ？ですね、2005年なんですね。まあ他の仕事してたんですけども、もともと物を書くのも好きだったんですけども、柔道も子供の頃からずっとやってて、ですね、僕、スポーツグラフィックナンバーとか、サッカーなり野球なりの評論を読むのがすごい好きだったんですけど、なかなか柔道って読み応えのある評論がなくて、ものすごいこう噛み砕いて一般向けに浅いものか、もしくは選手の立場に近い人が書いたちょっと忖度というか、こう選手の方に寄せたような評ばっかりなんで、もっと骨太のものが読みたいならこれは自分が作った方がいいなっていうところからのスタートですね。本当に読ませてもらってたら、もちろんね、讃えるところは讃えるけど、切るとかバサー切りますもんね。そうですよ。これが難しいところで僕なるべく選手に近づかないようにしてるんですよね。情が移ったりとか、こう感情的に入れ込んだりとかしないように、こうなるべく選手から距離を取って、でアウトプットもなるべく試合だけを見るっていう、試合を見て評価するっていうところからやってるんで、多分大嫌いな人もいるんじゃないかと思うんですけど、引退した瞬間仲良くなったりっていうのは割とよくあるパターンなんですけども、そこはちょっと線引いてます ね、 そうですね。5月7日から、ドーハで世界柔道が8日間ね、開催されて、まだ終わって間もないんですけども、今日はその世界柔道、個人戦、男女個人戦もそうだし、最終日の、男女混合団体戦、やっぱりその近年のやっぱり柔道、世界の柔道の流れとか、日本柔道の動きとか、今後の柔道とか、本当にもう全て柔道においての、全てをね、今日いろいろお伺いしたいなと思ってます。時間大丈夫ですか？もう自分も5時間でも6時間でもいいですけどね。僕もそのぐらい喋りたいところでありますが、ね、本当に、やっぱりこの一本トークっていうのは、もちろんそのいろんな他競技のアスリートも呼んでね、いろいろ話をしたりとかもしてるんですけど、で、柔道で言ったら、以前過去で言えば、篠原先輩とかね、篠原真一見せていただきました先輩とか、昴生とか刑事とか、そういうね選手に話は聞くけど、それは昔のね思い出話というか、そういう話が中心なんで、本当の意味での柔道っていうねお話を、これから定期的に、やっていきたいなと思うので、毎度ご協力よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。今回そのドーハでの世界柔道、そのパリオリンピックね、1年前っていうことで、その海外の選手も含めてどのぐらいこうエンジン上げてきてるのかとか、今階級によってはどういう選手が、柔道ってこう1年でグッと伸びる選手もいれば、その新しい力、そういうところで見た時にどうなんでしょう、その大会全体と見て、して古田さんが思ってたレベルの試合ってやっぱ多く見れました？1年前なので海外勢上げてくるぞ、レベルが上がってくるぞって言われてたんですけれども、一言で言うとその通りで、ものすごいレベルの高い大会だったなと思います。で、大体オリンピックはこのメンバーでやるんだろう、こういう勢力だろうっていうところが出揃った大会だったなというふうに思ってますね。今まで割とぐちゃぐちゃしててどうなるか分からなかった63キロ級とか73キロ級、女子の63キロ級は混戦状態だったのが、2番手グループがガーッと上がってきたところに、絶対王者のクラリス・アグベニュー選手が戻ってきて、まだ体なんか全然戻ってないのに技術力だけでも優勝しちゃって、すごかったですね。出産してどのぐらいですか？まだ1年経ってないと思うんですけどね、準決勝と決勝の間に授乳されてたってことなんで、表彰式の前もお子さん抱いておられましたよね。で、初戦見て全然まだ体できてないなと思ったんですけど、圧力かかなくて、で彼女の技術体系って野村さんご存知の通り、やっぱり力があることが前提なんですよ。力がある技術、力を使う技術とそうじゃない技術って違うじゃないですか。
これはコミットしてないなと思ったんですけれども、うん、あっという間に切り替えて技術中心のやり方で優勝しましたから、うん、まあ例えば今まで何が何だか分からなかった63キロ級もアグベニュー選手が中心です、2番手グループがガッと上がったら、うん、このあの日本勢が飲み込まれてしまったと、うん、後でお話すると思うんですけども、はい、今の、ワールドツアー、うん、世界選手権オリンピックで勝っていくのって、はい、新しいもの持ち込まないときついんですよね、はいはい、野村さんの時もあのオリンピックってあのガッと跳ねる選手が強いみたいな法則があるじゃないですか、はいはい、今ってもうちょっとそれが加速してるというか年がら年中試合があるんでワールドツアーっていう、はい、そうするとリーグ戦みたいなもんでお互い知ってることありきなんですよね、うん、お互い知ってて研究されることありきなんで新しいものを持ち込まなきゃいけないっていうところで、うん、そこでちょっと今回負けた選手たちは、うん、もう日本であろうが海外であろうがそこはきつかったなと思います、うん、73キロ級も大体まあぐちゃぐちゃだったのが、うん、1番手と2番手差がなかったグループと2番手グループ差がなかったのが2番手がゴッと上がって、はい、まあ、どうやらこのまま混戦でいくなと、うん、まあ、そういうのが前階級始めるとキリがないんですけど、大体そういうところが見えた大会だったなと思います、うん、そうですよね、はい、だからやっぱりそのオリンピックが一つの節目で、はい、まあ、階級を上げる選手がいたりもう引退する選手がいてちょっと混戦っていうかその、ね、はい、見えないところがようやくもう見えてきたというか、で今回3年しかなかったですから、はい、オリンピックが1年後ろに倒れてきて、まあ、やっぱりこうそういう各班のスパンが早くて見えない階級もいっぱいあったわけですよ、はい、大体で揃いましたね。あれそのワールドツアーって、はい、大体年間、まあね、まあ、オリンピックがあって次世界選手権があって、はい、マスターズがあって、はい、グランドスラムがあってグランプリがあってて、はい、いろんなカテゴリーがあるわけじゃないですか、はい、年間どのぐらい試合やってるんですか。今ワールドツアー大会、グランドスラムグランプリって言われると、まあ、ざっくりって月1回あると思っていただいていいかなと思います、うん、もちろんない月もあるし2ヶ月に1回の月もありますけど、だいたい毎月あって、野村さんの頃とまた違って世界選手権が当時は2年に1回、はい、で今1年に1回でまた世界選手権の捉え方とか価値も違うんですよね、はい、価値が下がったという言い方もする人もいるんですけど、うん、まあ、僕はそんなことないと思うんだけども、オリンピックに向けた準備大会みたいな側面はかなり上がってますよね、うん、そうですね、当時間違いなく世界一決定戦でしょ。もう世界一決定戦やっぱり2年に一度だったし、はい、特にオリンピックの前っていうのはその世界ランクっていうのもなかったんで、オリンピックの前の年の世界選手権で勝つことがもうオリンピックの切符を、ね、うん、ほぼ手中にするとか、やっぱそういう意味合いは違いましたよね。そうだから、うん、当時って世界選手権行くと全員が巻き上がってるじゃないですか、はい、今割とやっぱりこれも今大会の特徴なんですけど、選手でちょっとこう切迫感に差があるわけですよ、はい、もうオリンピックで優勝して世界選手権も取って取るものを全て取った選手と、この世界選手権で勝たないとオリンピック行けないという選手ではやっぱりテンションに差があって、はい、60とか66とか73とか前半戦はそれが特に大きかったような気がしますね。そうです、結局ライバルがいるかどうかというかね。そうなんですよ、こいつしかいない、うん、この選手しかいないっていう階級もあれば、うん、ね、男子66のように、はい、まあ、やっぱ丸山と阿部、はい、まあ、もちろん最近の戦績で言ったらもう阿部が、ね、ダントツだけど、やっぱり丸山の凄さもあるっていうところがあるけど、階級によってはまあこいつダントツじゃないけどもうこいつ出すしかねえよなっていう、うん、まあ、消去法での選出っていうパターンもあるし、3つあると思うんですよね、はい、間違いありませんね。で割とそういうモチベーションの差って野村さん出てると思いません？はい、そうですね、うん、だからまあ例えば60で言えばそのモチベーションかどうか本当は分かんないけど、ね、まあね、試合見てた時に、うん、まあ、余裕がある、まあ、自分がもし負けても、うん、負けてもまあオリンピックの代表は自分だろうっていう選手はそれが余裕になったのか、まあ、新しいことをチャレンジするっていう、うんうん、チャレンジして負けてもそれはしょうがないな、なのか、もう 100% 意地でも絶対死に物狂いで勝たなきゃいけないっていう、はい、あれではないですよね、うん、そうなんですよね。だからもちろんさっき話した通り、うん、日本代表全員ものすごく頑張った大会だと思うんですけど、うん、これも後で話しますけど、高藤選手とかはやっぱり去年みたいな何が何でも負けられないっていうマインドセットではなかったと思うんですよね。ですね、だからやっぱり初戦で大体でしょ、うん、はい、対応として来た瞬間に、ね、うん、あの時からなんか変だなと思いましたよね、そんなことをする人じゃないのに、ね、だから高藤の場合分かりやすくてね、うん、まあ、古田さんも、ね、いつもこう記事とかでも書かれてるけど、もともとは面白い柔道で豪快な柔道でいろんな技をやって、はい、もうアクロバティックでっていうのが
ね、リオでね、はい、負けてだんだん柔道が変わっていって、やっぱその戦略的であったり負けないリスクを犯さないっていう風になってきた中で、今回また昔のようなね、そうちょっとこうバッていう外国人がやっぱ怖さを発揮する、はい、そこ密着的なところ、はい、これが乗るか反るかじゃないですか、はい、そうですそうです。良ければ豪快にバーンっていくけど、逆を行けば返される、そのリスクのある技がありましたもんね今回。そうですね、というか後半以降はそればっかりやってましたね、はい、またあの1試合、はい、この相手きついなって試合があったんですけど、はい、3回戦かな、カザフスタンの選手で、はい、高藤選手が試合前にあの選手めんどくさそうって言ってる試合があったんですけど、はいはい、この試合はもうリスクなんかきっちり足車で勝ってるんですよね。そうなんですね、綺麗にね、はい、なんか事前取材でね、そういうふうに、試合やったことないけど、うん、ちょっとっていうね、ふうに言ったけど、もうあっさりと足車で、はい、そう、あれでなんかやっぱりわざ豪快に勝つ気持ちよさを思い出したのかなって自分思ってね、はい、なるほど、あそうか、僕はあれなんですよね、こう抱かなかったから、はい、あちょっと反省したかなって思ったら、はい、実はあの足車で乗ってたかもしれないと、やっぱりちょっといけるかもと思って、うん、なんか準決勝あたりが、はい、なんかなんですかね、かっこよく勝とうと思ったのかなと思ったりね変な欲が出てきたとか。そうなんですよね、まあ、本人に聞かないとわからないけど、うん、外から見てるとやっぱりちょっとそう思いましたよね、うん、ちょっとだからいつも その確実にっていう、うん、だからそこでなんでね、まあ、負けたその準決勝の試合でも抱きに行ったのかなって、ちょっと、ね、今までの最近の近年の高藤で言ったら、うん、あの勝負はいかないだろうってですよ、ね、最初に小室さんもそうだと思うんですけど、その日やってハマる技、はい、ハマらない技あるじゃないですか、はいはい、レベルの高い選手ってその日の中で今日これがいいっていうのを見極めていくと思うんですけど、はい、高藤選手はそれ外さない人だと思うんですけど、はいはい、何回も抱くの失敗してますよね。そうですね、うん、その辺も調子が悪かったのか、ちょっと面白くなってしまったのかというところはあったかなと思います。まあ負けちゃったけど、やっぱり高藤選手がね、この階級でやっぱり、ね、トップっていうのは変わんないですもんね、はい、だからこう日本代表風にちょっと移りそうなところな感じなんですけども、こう高藤選手が今回勝てなかったですけどし、こう日本が金一つっていうことで男子が、はいはい、こう失敗したんじゃないかって言われてると思うんですけど、もうめちゃくちゃ頑張った大会で、はい、日本代表のことを言うとすると、こうもう現在地点が上振れもなく下振れも少なくバチッと出た試合だったなと思うんですよね。その上振れ下振れ、はい、だからまあいい方に転ぶか、そうですそうです、悪い方に転ぶか、そうですそうです、で、まあ、銀になるか銅になるかって話じゃないですか、はい、でまあ、いい方に転べば金だっていう、はい、そのブレの要因って何ですかね。基本設定として日本が今ものすごく強いっていうことと、はい、東京オリンピックが異常にうまくいったっていうことが、はい、ある源泉でとしてあるわけですけれども、柔道対人競技ですから、はい、なかなかこう陸上競技とかと違って走るの一番いいタイムを出す人が優勝するっては限らないというところで言うと、はい、例えば81キロ級なんかは永瀬選手はものすごく強いんですけど、はい、階級自体のレベルがめちゃくちゃ高くて、はい、今はスーパーなグリガラシビリって王者がいて、はい、なかなか勝ちがたいであるとか、あとは対人競技っていうところで言うとシード順ですよね、うん、もうぶっちぎりの一番じゃない限りはどこまで行っても誰とどこで試合するかって話でしかないんで、はい、例えば斉藤立選手って今回2敗して7位に終わってしまいましたけれども、はい、負けた相手ってものすごい強さで優勝したリネール選手じゃないですか、うんうん、はい、そういうところで言うとそんなに、しかもまあ形上は接戦でしたよ ね、 そ, うですね、そんなにこう、うん、全然ダメだったっていうわけじゃないっていう、うんうんうん、だいたい今のワールドツアーでいう と、日本って4年に1回オリンピックだけ見る人からするとどんな大会でも勝ってものすごく強い圧倒的なチームって思われるかもしれないんですけれども、やっぱりどっちかというとまあ強豪国の一つじゃないですか、はい、でその強豪国の一つでなおかつ今ワールドツアーの中心ってヨーロッパで、ヨーロッパでどんどん試合があるんだけど日本なかなか出てこないわけですよ、うん、地方の強豪なんですよ、うん、地方から時々大きい大会に出てくる田舎のチームっていう感じだと思うんですけど、それがこの大会で男子うまくいかないって言っても金メダル一つにメダルが5個で入賞が6階級でしょ。そうですね、まあ、金が1、はい、銀が1、銅が3ですよね、はい、で女子でいうと金メダルが4つ、銀が1、銅が1、はいはい、メダル6つですよね、6階級で。これも入賞に絡んでないのは1階級しかなくて、ね、こんなに強い国ないと思うんですよね、うんうん、
団体戦のメンバー見てもむしろ日本強すぎっていうぐらいなんで、でこう来年の展望としてもスーパー王者がいる階級が何階級かあって、男子だと60キロ級高藤選手、66キロ級阿部一二三選手、90でいうとタトグリ、あ、81がタトグリガラシビリ選手、90がラシャベカウリ選手、100キロ超級がティディリネン選手、まあ、5人ぐらい絶対まあこの人が本命でしょうっていう人がいる中で2人日本人が入っていると。女子だと48キロ級角田夏実選手、52キロ級阿部詩選手、63キロ級クラリス・アグベニュー選手、78キロ級曽根明選手で、スーパー王者4人のうち3人が日本で、やっぱこんなに強くにないと思うんですよね。ね、もう本当に金メダルが確実にカウントできるっていうのが、はい、スーパー王者で、まあ、こういう国ないですよね。ないですよね。ただみんなが求めるものが高すぎるっていうか。そうなんですよね。だいたい東京うまくいきすぎじゃないですか。東京はね、はい、やっぱり特別だと。もちろんそのね、日本はやっぱ開催国で強化はしてたっていうのは、うん、もうそれはもうけどね、どこの国も一緒だし、はい、リオ組が多かったのが良かったですよね。そうですね。どっちかっていうと、ギャンブルで勝つか負けるかじゃなくて、リオで絶対勝てるはずだった人たちが、もうすでにチャンピオンの力がある人たちが絶対失敗しない準備をしたっていう大会じゃないですか。準備もそうだし、はい、やっぱもうちょっと厳しい目で見れば、やっぱり海外勢が、ね、うん、コロナで来て、確かにそうですね、やっぱりバブルっていうのがあったり、1日の練習、うんうん、もう今はね、その例えば海外行っても、例えば日本の練習、はい、調整時間は1時間ですよとかって、うんうんうん、まあね、その辺慣れたけどね、やっぱそういう準備のところ、外国人ね来て、やっぱり彼らのリラックスっていうのは、外に出て解放するっていうのがリラックス、うんうん、それがもう選手村に押し込められて、1時間しか練習できない、うん、この時間しかダメとかってなったり、そういうね、外的要因っていうのがあったと思いますよね。はい、これはやっぱりあれですね、野村さんの選手出身の皮膚感ですよね、うん、すごくわかります。うん、だからそういろんな要因もあって、まあ、もちろん一番は選手の頑張り、はい、サポート、ね、いろんなサポートだけど、まあオリンピックができすぎるから、やっぱりね、日本強いなって、はい、終わるんですよね。その期待値が同じようにこう。そうですね、うん、あれ多分100年に1回しかないんで、うん、もうそれを期待されると厳しいなっていうところなんですけど、うん、日本代表は今回も頑張ったし、それはまあ、ね、あの若手ベテランモチベーション、うん、いろんなそれぞれの立場のモチベーション濃淡はあれど、ものすごく頑張ったし、今の現在地をしっかり示した大会だし、それはそれほど悪いものではないと思うんですけど、うん、どうです。いや、やっぱり自分はね、フジテレビで中継のキャスターやらせてもらった時に、はい、やっぱり言うところとしては、やっぱりその女子選手はもう今回すごかったですよね、うん、まあ、分かりやすい金4、うんうんうん、男子はやっぱ金1、うん、まあ、銀メダルとか、まあ、メダル数はまあ多かったけど、やっぱ金1に対しての不満はありますよ。うん、トーナメントがうんとか、いろんな要因があるとしても、やっぱり金と銀の差、ね、金銀と銅の差っていうのはあると思うから、うんうん、その紙一重のところ、うんうん、だから結局オリンピックになれば乗るかそるかじゃなくて、確実にやっぱり上のメダルを取るっていうところ の、 その なぜその銀だったのか、同じメダルでも、うん、なぜ銅に終わったのかっていう、そこを突き詰めていかないと金には近づけない、はい、まさにあれですよね。オリンピックで次の大会勝つのに上積まなきゃいけないってところで、うん、なんでこれがその上振れ下振れがこっちに行っちゃったのというのは突き詰めなきゃいけないってことですよね。そうですね、うん、だからそこをだからこの1年かけて、うん、詰めていけた人間がやっぱり金にさらに近づくと思うし、ただ現状で金を取る力はあるんだよっていうのを見せつけてくれたのはこの、うん、はい、今回の大会ですよね、はい、そうですね。ただそのあれですね、金1に対する不満はありますよって言葉が、やはり勝負師というか結果で生きてきた人たちだなと、人種というかその人だなというふうには思います。やっぱり自分が思うのは、本当に、まあ、こう柔道っていうのが本当に世界のスポーツになって、うん、もう長くね、いろんなところで練られて新しい技術もできて、本当に自分らの時代でもたまに試合した時に、うん、この技何っていう時あったんですよね、うんうんうん、それこそ、ね、自分がね世界ジュニアっていうのに出場したのが、うん、はいはい、大学2年生ジョージア、昔でいうグルジアですね、はい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 、グルジア旋風なんか全くなくてですね、で決勝でジョージアの選手だったんです、はいはい、で監督にね、うん、当時吉村先生だったんですけど、はい、監督に、いやこのジョージアのこの選手誰ですかって言って、うん、向こうは向こうで全部一本勝ちで上がってきて、はい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 、誰ですかって言ったら、ジョージア知らんよそんな国、あの顎なんか関係ねえ勝てるよって言って、で
分かりましたって言ったら、はいはい、もう2回投げられたんですよ、はい、2回とも何で投げられたか分かんなかったんですよ。あ、その当時に初めてだから自分らが、まあ、かけられて経験っていうか体感したのが、まあ、言ったら両袖、はい、両袖とかこことかこの辺持っての、はい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 、両方持ってのこうひねる肩車だったんですよ。あ、もうやってたんですね。なるほど。だから92年3年94年ぐらいかな。レバジシビリじゃないですよね。そう、技がしびりとレバジシビリ、技がしびりとレバジシビリ、あの2人が世界ジュニアでダッとデビューして、はいはいはい、まあ、昔で言ったら肩車って言ったらこう潜って、はい、そうですね、こうまた手入れてこう、はい、まああれですよね、肩車が実際に効く技として僕たちが認知してる時代じゃなかったですよね。そうですね、うん、まあ、あくまで肩で、ね、そうですそうですそうです、演武の技だったのが実戦の中で、はい、だからまあ見せる技だけど、自分アトランタでね、オジョギンにめちゃくちゃやられたんですね、はい、懐かしいな、オジョギンさん、それはちょっと異常だったですよ、はい、普通の、ね、型のような感じで入って、股に手入れて上まで持ち上げられてて、はいはいはい、まあ、持ち込めないよ、そんなものだと思いますけどやっぱそうやって日本人がえって思うような技っていうのを出してくるわけじゃないですか、うん、そうやっていろんな選手がいろんな新しいバリエーションの柔道っていうのを作ってきて、うんうん、いやーよ、ほんと頑張ってるなと思いますけどね。そうですね、飛び抜けてすごい技ってなかなか出てこないわけですよ、はい、こうその中でお互いに知ってるんで、はい、昔よりもこう対策の精度がやっぱり高いわけですよ、はい、こいつはこういうことやってくる、こいつはこういうことやってる、その中でちょっと上を行くの、うん、行った選手がやっぱり勝ってるなというのもありますよね、うんうん、東京オリンピックでも永瀬選手が体落としに持ち込んだりとか、はい、今回もやっぱり勝ってる選手って新しいものを持ち込んでるんですよね。あ、まさにジョージア対決ですけど、はい、90キロ級で今回は、マイスラゼ選手とベカウリ選手が同門対決、ジョージア、はいはいはい、で同門対決だからよく知ってるわけで、ご覧になりました、あのオーストかけて一回止まってからなんかブーンって回るやつですね、はい、別れですよね、はい、あれまあ、僕は技名横分かれにしたんですけど、あの相手の前で 横なり後ろで棒になって自分の上を乗り越えさせるっていうのは、まあ、柔道というと分かれっていう技術で、はい、まあ、昔はいろんな分かれがあったんですけど、あれ横分かれなんですけど、あれって多分お互いをよく知ってるベカウリ選手に対してマイスラズ選手が勝つにはその上を行かなきゃいけなかったんですよね、はい、なおかつこの技にもちゃんと文脈があって、去年48キロ級のジュリア・フィギュア選手が見せてるんですよね、はい、この技、それであの技なんだっていうことで多分選手の中で話題になって、これ練習しようって練習してギリギリまで取っといて出すみたいな、最後そういうとこじゃないですか、うん、今回のチャンピオンも全員続けて勝ってる人は必ず新しいものを何か積んでる人だと思うんですよね、うん、実際積んでたんですよ。ソネ選手も今回は、僕たちが、まあ、ベーカーゼオイって呼んでる、はい、外側から の、はい、あの三宝式の肩車一本背投げとか、太田氷河選手張りの袖釣り込み腰から拾う一本背とか、うん、精度をもっと上げて軸になるぐらいやってきたじゃないですか、はいはい、曽根さんがすごいなと思うのは、うん、78キロ超級って今回めちゃめちゃレベルが上がって、うん、ちょっとついていけないなぐらいの選手が出てきたんだけど、うん、1年半ぶりにできた曽根さんが新しいものを積んでちゃんと勝ってるっていう、うん、やっぱり勝つ人って普通じゃないなって思います ね、 そうですね。だから今までこう勝ってきた、もちろんその軸になるような釣り手のこう使い方とか、うんうん、まあ、そこもちゃんとしつつだけど新しいエッセンスを加えていくっていうね、あの、はい、そうです、一本背負いもそうですね、袖釣りっぽく準備だけして、はい、フッてこう、はい、腕を首をこう変えて入る一本背負いですよね、はい、あれ聞いてましたもんね。聞いてましたね。今回むしろそのまさに曽根選手の軸であるところの釣り手をきちんと作って圧をかけていくっていうのがこ うまくこう機能させられなかったがために、あれが積んできたものが現場で生きたってことですよね。すごかったなと思います、ね、決勝のねフランス人の選手ね、あのデカさねあれいいですよ野村さん髪の毛黒と赤でバーって分かれてあの世界選手権、あのこう髪の毛がおかしくなったりとか、こうちょっと外見がやばくなったやつが上がってくる法則もあるんですけど、トロフア選手あれなんですね、初日から観客席で抜かれまくってて、あの髪型見ててこれは今回トロフアやるんじゃないかなと思ったら大ブレイクですよ。実際あれどうですか、あの男子の66キログラム級どうですかというのはどう思われました野村さんは。決勝、まあね、野村さんの話から聞きたいですね。まあ、本当にね、阿部一二三の強さと、うん、もうね、近年のやっぱりその負けなしというかね、うん、圧倒的な勝ちっぷりと、まあ、それとは、まあ、柔道スタイルは違うけど、
やっぱその丸山城志郎のあのね綺麗なる技、うん、まあ、外国人がねものすごく丸山のファンが多いっていうのも、そうですよね、会場もすごいですよ ね、 やっぱりある種、うん、そういろんな人を魅了するまたそういうものを持ってて、うん、まあ、本当にねよく言われるようにその時代が違えば2人ともオリンピックチャンピオンになれるっていうぐらいの逸材とか素材で、うん、ただまあお互いずっと競い合ってて、まあ、今回もね阿部からしたらもうね丸山強いのは分かってると、うん、ただもう自分はオリンピックチャンピオンになってその翌年の世界選手権もチャンピオンになって対丸山もう4連勝ですよね。そうです、もう強いのは分かってるけど、うん、もう俺でしょ、はい、っていうので、うん、今回はまたね2人代表でそこに対してどう思ってたのかなとは思うけど、まあコミ取材とかではもうちょっと定年というかもういいですよやればいいですよ、うん、いいんでしょみたいな感じはありましたよね、うん、やっぱり去年代表選出の時も少々やっぱり意外ではあったらしいんですよね、うん、制度上ポイント上丸山選手を選ばなきゃいけないんですけど、僕たちも去年のタシケントで勝負は終わったと思ってたじゃないですか、うんうん、そこは意外だったと思うんですけど、まあきちんと勝ちました ね、 ね、そうそう、だからまああのね去年の試合とかやっぱりその、東京オリンピックのワンマッチ、はい、あれ以降ですよね、あれ以降でもう完全にその阿部一二三選手が丸山を攻略してるというか、はい、それ前はね、はい、やっぱり恐れてましたもんね。そうですね、あのその後怖くなくなったって言ってるんですけど、うん、選抜オリンピックの後の選抜体重別で勝った時もそれってこう怖くなくなったのはやり方を覚えたからだと思うんですよね、うんうんうん、それまでってどうやれば勝てるかわからない人にこう山に登るのに道なき道をこう行ってたんですけど、以降は山は高いけどどうやって登ればいいかも分かっちゃってる状態なんで、うん、恐怖は減ったんだろうなと思いますよ ね、 そうですね、うん、やり方一つですもんね、うん、あれ以降、うんうん、だから今回はその、古田さんがおっしゃったように、まあ、安倍は戦い方は変えないだろうなと、うんうん、ただその一つ何かプラスのところ、うん、上積みを丸山がどういう準備をしてくるのかっていう、うんうん、そこが自分は注目してたんですよ、ね、まさにそこですよね、うん、で本人も今までは例えばこうやっぱ一本っていうかね天理柔道っていうね、うんうん、その一本を取る柔道組んで取る柔道を貫いてきたと、けどやっぱそれでもやっぱり今現状勝ててない、うん、だからある種、ね、指導でも勝てるようなちょっとその自分のこう信念を曲げてでもやっぱ勝ちにこだわるっていうふうにちょっとなんか言ってたから、それどう思います？まあ、結局勝ちにこだわるんだったら、まあ、結局その指導を取る柔道っていうのも基本的にじゃあ組んで攻撃したら指導を取れるよねって思うから、そうだから、だから指導を取る柔道っていうよりもやっぱり組まない相手、やっぱ阿部はもう丸山に対して組まないがもう一番じゃないですか、うん、そうですね、はい、組まないで自分の身が技をかけるっていう手立てが大きく言うと阿部選手が持ち込んだ手立てですよね。だからそこの部分だけですよね。だからその相手に対していかに組むか、そこの攻略をどういうふうに丸山選手がしてくるのかっていう、本当そこですよ、うん、けど結果変わんなかったっていうね。だからその今おっしゃった自分のやり方を曲げてでも勝ちに行くっていうけど、自分のやり方ができてないのにやり方変えるってどうかと思うんですよね、うんうん、今までって自分のやり方が通用しなかったわけじゃなくて、組んで内股で勝負するっていう自分のやり方をできなかったから負けてんだから、うん、じゃあやり方、自分のやり方で勝てるようにすればいいのにと思ったんですよね、うんうん、野村さんが言うように組んで内股ビュンビュン打ち込むっていうことでも良かったと思うんですよね、うん、でさっき野村さんがおっしゃったように阿部選手って丸山選手の内股が怖かったから丸山選手の柔道が巡ってこううまく運んでたと思うのに、そこで自分のやり方じゃなくても勝つってどうなのと、ビュンビュン自分のやり方で内股打っていって自分のやり方をできる方向に持ってくる方が良かったんじゃないかと思って、結局自分らもこう感覚的な部分っていうのがあるから、じゃあ阿部選手が、ね、うん、まあ、喧嘩四つなわけじゃないですか、うん、だからその丸山選手の釣り手ものをこう組んだら丸山が強いわけじゃないですか、はいはいはい、そうですね、内股だといけるけど、はい、阿部はもうここを組まれたくないから常にこれを落としてこういうですね、でちょっと丸山が組んだら、はい、で内股行こうと思ったらその前にこっち使って、はいはいはい、たら内股のようなこうなんかこう前に出て、その内股潰しみたいな感じ、はい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 、それの繰り返しじゃないですか。で
やっぱそういう意味で攻撃のレパートリー組まない、まともに組み合わずの攻撃のレパートリーで言ったらやっぱ阿部の方が多いから、うんうんうん、どうしてもね、うん、阿部が欠けてるような感じ、はい、そうなんですよね。でもうそれが終始だから、ある種もちろん我々柔道を知ってる人間からしたらやっぱりね、緊張感のある試合だったのは緊張感はあったと思う、うん、けど柔道として面白いかどうかっていうところで言った時 の、 そのダイナミックさとかっていうのは感じなかったし、そうですよね、うん、あのフジテレビの中継が途中で切れてしまって、はいはい、みんながこんな役者が揃った試合をなんで最後までやらないんだって言うんだけど、僕はその一方でじゃああれ最後まで放送したらみんな本当に満足したっていうのも、で途中から、まあ、僕たちカタルシスのある結末はもうないなと思ってたじゃないですか、うんうん、でそこはあれなんですよね、大きく言うとルールの問題にもなってくるなって思って、うん、こうそもそもあの中継がこぼれたのってその前の女子の試合でものすごく長い試合があったからなんですけど、ルールが今手数っていうことに触れてて、ルールってどれが絶対っていうのは実はなくて、その時の柔道のトレンドに応じてあのちょっとタックル柔道が流行りすぎてるから足持っちゃダメよとか、こう切るの多すぎるから持ち合わなきゃダメよとか、こうあまりにもじっくりやりすぎるから早くかけなきゃダメよとか調整しながらルールを一番いい形持って投げ合うっていうのを実現するっていうのに持ってこうとしてるんですけど、はい、今のルールってちょっと手数に対して評価が高すぎですよね、うん、こう言ってしまうと阿部選手は今回戦わずして、はい、勝ったわけじゃないですか、はい、その戦わずして勝とうとする行為に対するペナルティーとかこう制限はないわけですよね、はい、そういう、 こう今のルールのトレンドみたいなものが、うんうん、まあ、うまく使ったってことなんでしょうけど、もちろんルールが違ったら阿部選手は別の戦い方をすると思うんです、はい、それもやっぱり丸山選手を減速させて阿部選手を加速させたっていうことで、僕たちこう柔道面白いでしょって人に見せてる側としてはちょっとそこ考えた方がいいんじゃないのって、僕あんまりルールに関して言わないんですけど、はい、今回はちょっとそう思いましたね。ただまあ、ね、阿部選手も対丸山以外の試合はやっぱり、うん、いやすごかったですね、本当いきますからね、あれはすごいなと思いますね。すごいのはやっぱり阿部選手強くなってるんですよね、うん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 、決して去年勝ってそれをキープしてきたんじゃなくて、ちゃんと強くなってるのがこの人すごいなと思いましたね、うんうん、まあ、みんな積んできてるんですよ。丸山選手も強くなってたじゃないですか、はい、一方丸山選手に途中で敗れたあのアンバウル選手も、はい、去年丸山選手に投げで敗れたんで今回多分関節技で取りに来てたでしょ、はい、あれ多分アン選手今までなかったモードなんですよね、うん、やっぱり一段強くならないと丸山には勝てないと思ってやってきたところが丸山選手はもっと強くなったけど、うん、でも大事なところだと阿部選手と丸山選手は2019-18ぐらいから比べるとめちゃめちゃ強くなってるじゃないですか、はい、さっきおっしゃったライバルがいるから強くなるってこと、2人とも今のままの立場で戦い続けるためにでも進化しなきゃいけないって分かってるからどんどん強くなってて、うん、そういう意味ではすごくこう準決勝までの構図はこんなに強くなった2人がだったんですけど、決勝は今までと同じ試合になってしまったんですね。お互いが強くなったから柔道の相性ってよりはっきり出るなと思ったんですけどね。昔ってこう阿部選手ってそんなに組ませないで組み際でかけるってタイプだったけど、そこまで精度高くなかったと思うんですよね。そこにつけ込んでではないですけど、本来じゃんけん的にはこうあの組み際柔道って組んでかける柔道みたいな、こういう現代ルールだとパーグーの構図だったのが、はい、丸山選手このグーで殴り続けて勝ってた時代が、うん、あったと思うんですけど、今回はお互いの方向でこう強くなった結果、その相性が出たなと、はい、こういうふうには思いました ね、うんうん、ね、ただまあね、ああいう試合で終わったけども、もう本当にパリに向けてのもうある種完全決着ですもんね。そうですね、うん、だからストーリーの終焉とし、まあ、こうストーリーの決着点としては意味のある試合だったと思うんですけど、だからこそもうちょっとカタルシスのある決着は見たかったなと思うんですけど、ただこれに勝つために阿部選手がしっかり強くなったということで、オリンピックに期待ですね。ですね、少なくとも女子では歴代ナンバーワンでは、うん、言い過ぎですかね。世界一を目指せるなんかこんな幸せなことねえぞっていうのが一番のモチベーション。なくなったことでやっぱり危機感もあるし責任感もあるし、うん、厳しいですよね。